ごめんなさい、硬いようで。はい、間違えた、ごめんなさい。ものすごい硬い章ですよ。デラックスかと思ったんだ。いきます。第4章国会、その第41条、国会は国権の最高機関であって国の唯一の立法機関である。第42条、国会は衆議院及び参議院の両議員でこれを構成する。第43条、両議員は全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。その2、両議員の議員の定数は法律でこれを定める。第44条、両議員の議員及びその選挙人の資格は法律でこれを定める。ただし人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産、または収入によって差別してはならない。第45条、衆議院議員の任期は4年とする。ただし衆議院解散の場合にはその期間満了前に終了する。第46条、参議院議員の任期は6年とし、3年ごとに議員の半数を改選する。第47条、選挙区、投票の方法、その他両議員の議員の選挙に関する事項は法律でこれを定める。第48条、何人も同時に両議員の議員たることはできない。第49条、